こんにちは、ねるチャンネルです。前回の動画に引き続き、またクロスオーバーソールズの3箱目を開封していきたいと思います。今2箱開けて、まだファーニマルのウルトラレアが来てないのと、あと、今回のパックの目玉カードの雪うさぎなんかも来てないので、その辺も当たってくれたらいいなと思っています。それでは早速開けます。早速ファーニマルのウルトラが当たりましたね。これでウルトラレアは多分全部コンプリートできたと思います。お、鳥獣武者魂、スーパーレアですね。これは可愛いですね。ネクロスのアルティメットレアですね。また被った。これ3枚目ですね。またシャドール、これもかぶりですね。3枚目。ないですね。あ、霊獣カード、これ2枚目ですね。これは多分ノーレアですね。あ、霊獣のシークレットですね。今回のシークレットが一箱に1枚は入ってるんですかね。サイバードラゴン。雪うさぎ1枚は持っておきたいですよね。
来ないな。お、プリン体。これは3枚目ですかね。来ないな。おー、ラスト。あ、かぶったー。終わりー。それではまた3箱目もキラカードのみを並べていきたいと思います。3箱目のキラカードはこんな感じになりました。とりあえずまだ2箱開けてきてなかったデストイのウルトラレアカードも3箱目で来たので、まあ、私的にはまあ3箱開封してよかったかなと思ってるんですけど、まあ皆様が狙っているであろう、雪うさぎやギャラクシーサイクロンが1枚も来ていないので、そっちのカードが欲しかった人たちからすると、私の今回の3箱は残念な箱だったんだろうなと思います。まあ、私は多分そう地形のカードはデッキに入れることはないので、まあ、そんなに必要なカードではないんですけど、まあ、コレクション的に1枚ずつは欲しかったかなと思います。こんな感じで、クロスオーバーソウルズの開封を終わりたいと思います。以上、ねるチャンネルでした。